皆さんこんばんは、学芸大ジュラスです。はい、まずは挨拶から。はい、すいません、大丈夫。はい、いや、ちょっと僕言いたいことがありまして。何？何そのテンション低い感じね。ジュネフレの皆さん大好きなんですけど、半分ぐらいジュネフレの皆さんのせいで、あ、何？何？もう節分開催されたんですよ。どこでどこで？どこで？俺の部屋だよ。金の聞いたりね。皆さんさ、お便りとかでさ、今年もやるんですかみたいなさ、嬉しいんだけどさ、嬉しかったね。来なかったら忘れてたかもしれないのにさ。聞いた、みんな。ジュネフレのせいでだって。いや違うよ、だから。やねも。やねも。やで。ありがとう。海外の方々もチャレンジしてくださったりして。いや。本当になんか本当そうだね。ジュネフレは日本を超えて、そうすごい。すごいよね。ありがとう、オフちゃんさん。なんて言えば伝わるかな。まあ、ありがとう。天球かな。本当にありがとうございます。オリラさん、サンキュー。スーパー天球。スーパー天球。ユウスケマニア。スタップスタップ。ユウスケね。イエーイ。ユウスケマニアでいいの。俺ら二人揃ったらユウスケ。え、これはさ、ユウキヨウスケマニアってこと？違う違う。なんで？おかしいじゃん。だって俺がいるんだから。そうなんだ。いいな。そうなんだけど。ユウキでもいい。待って待って待って。じゃあ俺じゃない。相沢、おい相沢。なんで？相沢。なんだよ。相沢。何？お前どんだけユニット組むんだよ。確かに。いやでもいいですね。ユウスケマニアいいです。ユウスケだから。いいね、ユウスケマニア。たんですけど。うん。今回勝った人は一気に俺とユウトの二冠制覇になる。やば、同時に連覇。二冠、やばいよ。俺たちのことをね、やばいっしょ。もっと深くこう知ってもらおうということで、これから俺とユウトに関するクイズがなんと6問出題されます。6問、はい、盛りだくさんです。はい、挙手制の早押しなので、クイズに正解した人に1、ユウスケをあげます。わっ、お得じゃん。1ユウスケだ、どっちもついてくる。そうだよ。そう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 。1ユウスケイコールだから2ポイントみたいなもんよ。いや、そうだよね。そうそう。まあでもゲーム上は1ポイントだよ。いいの、いいの、うん、可愛いな。いいのって、いいのって、可愛いの、細かいのはいいの。相沢出させて。はい、そして最終的に最も多くのユウスケを獲得したメンバーには今回もプレゼントがあります。はいはい、皆さんユウトといえば何でしょうか。何でしょう、当ててみてください。積極的ですよ。ユウトといえば積極的、甘いコーヒーが好き。甘いコーヒー言っちゃうんだ、言っちゃうんだね。なんだと思いますかって陽介今聞いてたの。すぐ言ったよ、誰も聞いた。そうよ、一回聞こうかみんな、陽介の話。そう、ミスター。ちょっと待って待って、カオスになってるから、はい、深呼吸して。ああ、はい、どうぞ。よし、ちょっとミナミも黙ってて。おい、そうだよね。そして仕切りたがり、星野といえば星野ということで、こちらじゃんじゃん、おー、星野コーヒーめっちゃいい。コーヒー&クッキー詰め合わせギフトです。うん、これはやばくない？めっちゃ欲しい。ちょっとね、ユースケマニアの称号をかけて、はい、頑張ってください。これマジで欲しいわ、マジで。いや、これめっちゃよくない？これマジ欲しい。シンプルに嬉しい。めっちゃ欲しい。欲しいの、欲しいのね、欲しいの。これなんか昔あったな。君の全部だ。レディーゴー、ゴー、デレン。はい、第1問、デレン、デレン。じゃ、俺が海外のあの方を真似してスターバックスで、うわ、待って、なんだっけこれ。スターバックスゲーム。待って待って待って、わあ、これなんか待って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 、聞いたことある気が。本当に、なんだっけ。やっぱ海外の方とかって結構ね、かっこいい名前つける。ああ、これなんかそういう文化があるんだね、スタバに。これさ、お手つきあり？なし。ああ、でもでも当たりまでどんどん答えて。そうだね、どんどん答えて。そうだね、だからいいよ。これなんだっけ、なんだっけ。ピック。あー違う。あ、でもなんか、ちょっと待って、スタバネーム分かってない人いる。あのね、なんだっけなんだっけ、海外のスターバックスって、海外の人ってスタバのカップに自分の名前じゃなくてスタバ専用でそう呼んでもらうっていう名前があるんだ。次のお客様って、あの名前書くでしょ。そうそう、本名を言うのはまあプライバシーとかもあれだから、そのスタバの中のニックネームが芸名。例えばマスクがなんか、俺マックマックだと、マックマックみたいな、自分で名前作っとくね。で、スタバの時はマックって、マックでお願いします。俺はそうそうそう、なんか難しい文化だよな。そうで、陽介は日本そんなのないのに、わざわざあの名前なんちゃなんとかでお願いしますって。そう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 、だってかっこいいだもん。かっこいいね。そう、なんだっけこれ、わかんない。待って待って、はい、オレン、ジョン。正解。マジ、すげえすげえすげえ。なんでなんでわかるの。やばいやばい、え、すごい。なんでわかる。よく覚えてたね。思い出した。すごい、思い出した。ジョンなんです。なんで、あの今度から僕のことジョンって呼んでもいいですか。よし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 。いやー、あんま嬉しい。俺がスタバネームみんなに説明してるときにシンキングタイムあったのずるいと思います。確かに確かに確かに。いや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 、2問目です。はい、ダデン、ダデン。
俺が最近ハマっているセブンイレブン限定のアイスは何でしょう。はいはい、え、ちょっと待って待って、お前、はい、え、ちなみにだけど、これ正式名称でフルネームね。ちょっと、ねえねえねえ待って、でもさ、じゃあ俺答えたらヒント言っちゃうわ、え、でもこれあれだよ、リビングとかで食べてるやつ、ちょっと難しい、あ、あ、わかった俺がさ、わかった、でも俺がさ、ちょっと待って、なんだっけ、え、で、何、え、待って、あ、はい、待って、じゃあ、はい、ゆうき辻入りの、どうなんよ、宇治抹茶アイス、惜しい、もうほぼ正解と言っても過言ではな い, い正解だよ、え、全然なんでいいの、え、ちょっと待って、なんで、惜しい、マジで惜しい、最初、なんて言った、ゆうき今日何食べたい夜、ね、うん、お前さ、チンジャオロース、チンジャオロース作るよ、お前さ正解、イエーイ、何怪獣されてんだよお前ごめん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 怪獣されてる、よしよしよし、でも何何、あのアイス分かってたから、ちゃんとおこい抹茶チョコレートも分かった、正解はおこい抹茶チョコレートクランチです、イエーイ、いや、いや、これ本当に美味しそうなの、食べる、はい、去年アニメートさんで、はい、何でしたっけ、あの募集していただいた、募集していただいたメッセージアルバムがあったんですけど、それでメッセージ企画で一番俺が驚いた、はいはい、ちょっと待って、そうそう、あー分かった、メッセージのアルバムになってたの、はい、そうです、はい、アルバムになってた、でもこれさ、待って、勇気が一番早かったよ、うん、勇気、え、な、レン、俺レンが早かったと思う、あ、ほんと、じゃあそれはお前らで決めろよ、じゃあ分かった、それはお前らで決めろいいの俺はいやいや、あ、じゃあジャンキー、俺は決めろ、あの、そう、勇気が早かった、ね、いや、いいですよ、勇気、え、いい、じゃあ、いや、いや、ゆうとがレンが可愛 い, いと思ったんだった、可愛 い, いってなんだよ待って、おかしいよ、可愛 い, いよ、はい、そう、でも可愛かったのはレン、今可愛かったから、うん、じゃあ、レン、俺可愛くないの、可愛 い, いよ、お前も可愛 い, いよ、お前もちょっと待っていいよ、今日何行こう、はい、レン行こう、はい、僕ですか、はい、あの、陽介の妹ちゃんが描いてた、はい、うわっ、はい、惜しい、はいはい、惜しい、はいはいはい、惜しい、はいはい、はい、陽介の両親が書いてた、正解、イエーイ、はい、あの、陽介パパが、あ、パパだ、そう、ジネス頑張れ、じゃあ、あれすごかったじゃん、両親って言っても不正解じゃん、あれめっパパじゃん、正解、うるさい、うるさい、うるせーよ子供じゃん、待って、なんか勇気、両親って言った今日、みんなバブミがすごくない、お前が言うなよ、ああそう、よすけパパがね、でもこれすごい、俺らもびっくりしたよね、メッセージがあって、みんなも書いてくれた人も多分いたと思うんだよ、今見てくれてる中に、うん、その中によすけパパのメッセージがあった、そうそうそう、あれびっくりしたよね、びっくりした、超ほっこりしたね、ほっこりしたね、うん、写真、ほっこりんご、よすけパパのファンだよはい、第3問、でれんでれん、俺、相沢優斗にはこの漢字を読めるでしょうか、読めるでしょうか、丸バスね、これやりたくないんじゃない、待って、丸かバスかで選ぶのなんで笑ってるじゃあ、はい、漢字これです、はい、はい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 、待って待って、あ、そう、ストップストップストップ、せーのでいいってこと、これが、俺が今から待って、ストップ分かった分かった分かった、この問題のあれ、あのスタイルは、これを読めるか読めないか、読めるか読めないかを、そう、だから俺今この漢字初めて見るんですよね、え、バツバツ、なるほど、じゃあこれはゆうとがこの問題文だけを送っといて、スタッフさんが漢字はそうから、ゆうと今もどっちかわかんないってことね、だからそう、俺が読めるか読めないかっていうか、だからそう、なるほど、今言う漢字、じゃあ、はい、読めると思う人挙手、じゃあかけてみようかな、待って待って待って、確かにね、割れた方がいいもん、でもこれで読めなかったら申し訳ないね俺もはいはいはい最近言うとちょっと本気で恥ずかしがってちょっと読めるようになってきてる気がするから、読めるにでも、でもじゃあマジこの2人に、待ってやばいぞ、それためには俺は多分勝ち越し、あ、まあそうだよね、持ってかなきゃ、俺じゃあ読めない、あ、いいんだ、うん、読めない、いいんだ、ね、いい展開だね、言うと、うん、読めるなよ違う違う、それもう趣旨変わってきてる、脅しだから俺もうおなまさおかみ知ってっから、あー、そうだね、うん、そうだよ、おかみと同じレベルだから、お前なら読める、ちょっと待って、おかみこれさ、みんなコメントダメですよ、うん、コメントダメですよ、ちなみに、はい、ダメよ、ちなみに俺この感じ、うん、見たことは、見たことはある、よし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 、まあでもどうせ今さら3人変えないから、予想この言葉知らないかもない、あー、ありえる、いやでもありえるんだけど、いやもうシンプルに、でもユートの中で俺が思うやつをいけばいい、読んでみようか、感覚で読めばいいでしょ、じゃあユートさん、はい、完成完成お願いします、進歩あれ違う、見て見て、ほらほら、うちえ、なにこれ、待って、なにうわぁ、なに、進歩って読んだ、進歩でしょ、まあ、意味合い的にはちょっと似てるかもしれない、なに、正解を教えてほしい、はい、よ
勇気教えて。もうこれ勇気が読めないから。半落ちしてる。でも俺もちょっとえ？いや分かった。じゃない。進捗で。はよ言えよ。何？あ進捗って読むんだ。だけどポイント取った。確かにこれはおかしい。ユウと知らないかもなって。いやごめん。って思った。いや大丈夫。でも優しい。でもたまに杉沢さん使う。本当におかしい人。あ進捗って読むんだ。ラインとかで何とかの進捗ですとか言うね。えマジ？でもさなんか僕と勇気は優と信じて。そうだね。別にあれだけど。まあまさき信じて。なんかポイント取ったから。なんかね。だからまさきはポイントを取りに行ったけど。まさきにカメラ。これポットでのまさき。優との愛を取ったってこと。あめっちゃいいこと言うじゃん。いいね。まあでもこれはやっぱ勝者なんでまさき。別に優と信じるとか信じないとか関係ないもんね。いつも。バブ。いつもは信じてるもん。でもこれはい去年のあれですね動画の企画でキキチャーハンで俺がユウトのチャーハンを食べた時のリアクションはどれ選ぶの？待っててかこれも俺嫌なのよ。選ぶの？さっきのもだけど。ユウト嫌なの？ユウト何？可愛い。いや違う本当にこれ俺嫌なの。ユウトのチャーハン味は本当に美味しかった。いやめっちゃ嬉しい。だから大丈夫。俺食ってないわ。よしはい。えありがとう。まずはA の音声をいきます。はい。むずいかもね。お願いします。むずいかもねこれ。うん。ああこれ。え？これは。あんね、違うの全然違う。はいはい。これ A B C。これが A ね。これが A ね。まあでもお互い言わない方がねヒントの。そうだね。そうだね。もうリアクション飛んで。じゃあ続いては。はいお口ミッフィー。B。いただきます。召し上がれ。うん。いや違う。美味しい。今の絶対フェイクない。とっても美味しい。フェイクとかねえから。そうだね。はいはい。これ B ね。ああなるほどね。じゃあ最後俺でこの企画いきます。C どうぞ。んんんん何んんおっと答えいや、わかんない。え、むずいな。えどれだろう。むずいね。むずいね、これ。むずいでしょ。これ、待って。これ待って。ええこれ、結構割れるかもしんないわ。ええか、これ。え、待って。これ、何？いや、多分これ、今日一の難問だわ。これさ、俺はどういう感情でいればいい？はいはいはい。だってさ、ユウトはさ、B の時、召し上がれって言ってたもんね。ユウトさ。いや、そうだ。これはもうさ、ね、ってことはあれだよね、絶対。いや、そうだね。間違えるわけない。そう。レンも大丈夫ですか？じゃあ。多分大丈夫かな。レンもなんかそうだよね、今考えたか。A の人、キャシュー。お、あげそうだ、あげなかったね。いいんすか？ A はいないの？いいですか？はい。じゃあ、B の人、キャシュー。お、あげそうだ、あげない。え？いいの？ってことは？マジで？ C の人、キャシュー。はーい！正解！やばいよこれ。俺がそうじゃん。いやでもね。いじられてるから。美味しかったよ。いや美味しかったけど。本当？いやでも頑張って作ったから。食べてくれてありがとう。うんいいよ大丈夫大丈夫。いや悔しかったでも。大丈夫だよ。頑張るね次。大丈夫。本当に面白かったんだから。大丈夫ね。結構ガチやめてくれよ。じゃあラストの問題は二ユウスケということで。はい。久々にちゃんとした数字。はい。いきます。第6問目です。ででん。ででん。あっち向いてホイ対決を今から勝つのはユウトとヨウスケどっちでしょう。うんじゃんか。うんじゃん。はい。これねやっちゃうからマジで本気だから。うんじゃん。どうしようかね。でもね俺これねもう決めている人いるわ。俺もね。その一緒に生活してるからなんとなくわかるよ。俺じゃあどっち行く？あレンが真剣に考えてる。レンキングタイムで下打ちしちゃってる。ごめん。いいよ考えて。分かった。まあこれさ冷静に考えたらさこれまでのクイズ何も関係なしにこの後運で決まるってことよ。そういうこと。チャンピオン。いや。でもさ論理的にちょっと考えてみてよ。なるほどね。何なんだ。今までのお互いのデータとかね分析してね。分かったよ。なんか統計学で言うと、まあ共同生活してて感じるのは、例えば食器洗いじゃんけんとか、強いアイスじゃんけんとか、自分に得があるじゃんけん言うとむちゃくちゃ強い。言い方よ。いやでも分かった。大事なじゃんけん強いのよ言うと。言い方よ。どうでもいいじゃんけんは別に普通なんだけど、そう。ここぞという時の掃除じゃんけんとか大事なじゃんけんに強いんです。そうだから簡単に言うと自分に得があるじゃん。だから言い方よなんか嫌なやつじゃん。これが。でもそれはあるんだよ。あるね。実際あるんだよ。ではどうも。何が？運が強い。論理的にちょっと。論理的に？まあ普通に考えると言うとだけど。どうなんでそれが普通なのかもわかんないけど。万丈一致なんだ。だけど？じゃあ待って今んとこまさきは言うとってこと？いやまあまあねまあね。で僕はあえて陽介。ああなるほどね。
で俺はユウトよ。あ、オッケー。大事なじゃんけんユウトは強いじゃないですか。うん、今日別にユウトにとって大事じゃないんで。なんでそういうこと言うの？あ、違う違う違う。ユウトはあの出す側じゃん。だから景品とかかかってないじゃん。うんうん、だから俺は逆にヨウスケに行きます。と思うじゃん。はい、じゃあ今からユウト君に徳を与えます。何？俺が星のコーヒーセット獲得したら、うん、分けてやるやん。あ、おい。ナイス、いいね、それはやばい、パワー出るわ。なんなんあれ、みんなでいつも食べて飲むじゃん。なんでそういうこと言うの？いいね、いいね、いいね、上がってきたわ。上がってきたでしょ、運気上がってきたわ。これいけちゃうわ、やばいよ。いただきます、あの、どれだけほら、信じてもらってるってことだからさ。そうだね、やっぱり、うん、いけ、ゆうと。いっちゃう、マジ。ゆうとは勝てる。俺マジいっちゃうよ、やばいよ。ゆうとがさ、ちょっとバブちゃんのとこもあって。バブじゃねえよ。ちょっとお兄ちゃん味が出てる、じゃあ、ジョンにかける。ジョン、マジ、まあ、ジョン誰だと思った？俺だ。そうだよ、うん、あなたのスタバネームよ。頑張れジョン。イエーイ、マジジョン。ちゃんみたい。てか待って、あっちにて、おい、久々やん。あ、あ、やんのか。いや違う、戦う相手違うから。あ、そうか。いや、これマジでやるよ。頑張れ。そのね、そのついてるから、まさきにかかってるから、まさきが。まさきさ、おかしい。お前、始めらんねえの。だから、ごめんなさい、ごめんなさい。本当に言ってほしい。ごめんなさい、ごめんなさい。足のやつね。はい、足じゃんけん。足じゃんけんだよ。え、最初パー出そう。はい、始まってる、始まってる。心理戦。言うと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 。ケイジョン。みんなもジョン、ジョン。ジョン応援して。みんなジョン応援して。ジョン、ジョン。ジョン、ジョン。え、ユウと応援して。みんな、ねえ。はい。よし、よし、マジ本気出すわ。勝ったら、コーヒーね。ジョン、オッケー、決まってきました。いいね、行くよ。ジョン、最初はグーじゃんけんぽい。はい、一個でしょ。あっち向いてほい。待って、おい、じゃんけんで負けたと思ってた。あの、じゃんけん勝負だと思ってた。あっち向いてほい。あー、そういうことね。じゃあもう一回行こう。最初はグーじゃんけんぽい。あっち向いてほい。じゃんけんぽい。あっち向いてほい。じゃんけんぽい。あっち向いてほい。じゃんけんぽい。じゃんけんぽい。あー、一個でしょ。あっち向いてほい。はい、これでしょ。あ、なんだこれ。はい、これでしょ。はい、これでしょ。カオス。あっち向いてほい。あ、おい、今から行ったから。待って、今見たよ。見たよ、お前。シンさん。はい、これでしょ。あっち向いてほい。待って、待って、今横だ。これ今ね、横だ。これは、これは勝ちました。勝った。さすがに。ちょっと待って、ちょっと待って、みんなごめんね。いや、マジね、今マジシェフだった気がする。いや、今全然多すぎたよ、もう。怖い、苦手だった。2人とも笑いすぎて。どうだってもう、最初はグーが、ヘイ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 。ユウトがやばい。ユウトがスボッと。やばい、絶対上向いてたもん。なんて言った、なんて言った、なんて言ってんの、なんて言った。あれじゃん。なに？さあ、あっち向いてほい。レンが積もってる。やった。ちょっと待って。やった、レンが積もってる。一回整理しよう。ごめんなさい。さあ、あっち向いてほいじゃんけんのさ、ツイッター動画やった時のさ、チャンピオン陽介だったよね。うん。これもあったのに、勝ったね。俺じゃあ。新チャンピオン。イェーイ。ありがとう、まさき。お前の応援のおかげだ。イェー。バモ。だから今、ポイント？とか言うと？ポイントは言うと、まさきが4。まさき4ポイント。うわー、4ポイント。まさき、イエーイ、俺勝った。まさき優勝だって。いや、てかやっぱね、上がるわこういうね。いや、こういうやつがいるとやっぱ上がるわ。イエーイ、ナイスナイス、やったぜ。イエーイ、ごめんみんな。いや、ごめんごめん、よかったよ。じゃあ優と一緒にカフェタイムしよう。あ、しようぜ。よっしゃ、楽しみができた。イエーイ。ということで、今年のユースケマニアはまさきでした。まさき、イエーイ。はい、ユースケと学芸大ジネスをこの1年もよろしくお願いいたします。お願いします。学芸大ジネスにユースケも入る。6人目だけ、2人、2回出てきた。6人目、6人目まあいいんだけどね。マジ、そうね。ユートのバースデーは2月12日なので、また来週、皆さんお祝いお願いいたします。お願いします。はい、以上、せーの、ユースケマニアでした。おめでとう。おめでとう。あ、そっか、誕生日だ。誕生日ってことか。お願いします。ゆうすけで、でっかいハート作って。あ、2人でね。わー、めっちゃ熱い。なるほどね。ペアで。はいはい、よいしょ。できてる、できる。あ、この辺無理なお願いしちゃった、ごめんね。全然。どう、いけそう。あ、いいじゃん。いい。どうすか、いける、電気で、電気で、いけてる。あ、いいね、入るの。え、え、もくね。え、ねえ、って、もうちょい待って。あ、そうそう、そっち。え、もうちょい、こっち。マスキ側、マサキ側。あ、そうそう、ゆうきも。どう、あ、
い。待ってこれすごくいいんだけどどうする？はい。どうする？観光地とかにさある。はい。二人だけバージョン持って。待って。いいんだよやって。でもね、マサユは？マサユもあるよ絶対。ユウキとマサキがなんか俺の名前をユウキはユウスケって本当に呼ぶの。じゃ言い間違えちゃう。でマサキに関しては俺のことリャースケって。いやじゃあ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 。えでユウスケはマサキのことなんて呼んでない？マサキこう。なんて言ってんだよ。お前なんて言ってんだ。一個言うと誰も理解できないから。え待って待ってユウキのことは？ユウキ。マサキのことは？ダシコ。第二もうなんじゃあマサキも待って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 マサキも俺のことリャースケって呼ばれてる。待って待って待って、ちょっと俺もなんかちゃんと名前で呼ばねえぞ。心配心配。みんなこれ面白い。これみんなみんなみんなこれ面白い。笑ってる。大丈夫？心配だぜ。どういうこと？待って待って、ごめん。いやごめんねみんな。次の質問いこう。ちなみにひらがな表記はできないよね。できない。いいんだけどさ、チョコビターのが好きですね。待って、楽しそう。俺もやった。ビターはね、あ、探してる二人なんか。待って、見つけた。はい、どうですか？何ですか？何？イケてると思う中二ポーズくださいだって。うわぁ、いやでもね、レンも好き。みんなでじゃあやろ。みんなでやろ。ジョジョとか好きだから。いや、みんなで最後じゃあポーズ取るか。イケてると思う中二ポーズ。ちょっと待って、なんで最後それなの？なんでそれなの？いいね。ごめんごめん。そういうのちょっとなんか。よし、吸えるわ。じゃあ二人前でね。うん、2人前で。そうかそうか。主役だからね。中二ポーズ、いいよ。あ、言うといいね。右目がうずくぜ。なんじゃそれ。右目が言えてなかったよ。脚力をなめるなよ。みたいなね。そう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 。そう。まさきは組体操しとるんよ一人。ははどう？いい感じ？どう？血が騒ぐぜ。ちょちょ言って言って。ごめん。よしよし。もう大丈夫よ。満足。ずいぶん。はい。いやいや、無責任すぎるでしょ。びっくりしちゃうよ。前はファンの声が取れなくなっちゃう。